今回はセブンプレミアムデニーズのタラコスパゲッティを食べてご紹介していきます。こちら栄養成分表示は1パック276グラムあたり397キロカロリーとなっております。こちら電子レンジでの調理時間は500ワットで約4分40秒、600ワットで約3分50秒、1500ワットで約1分40秒となります。それでは点線のところまで開けていきます。でこれで準備ができたのでレンジで加熱していきます。 で、加熱ししてきました。今回は 500W で5分加熱してきましたそれでは上のふたを剥がしていきますでこれで完成ですではいただきますよーく混ぜてから一口分取って近くで見るとこんな感じそれではいただきます予想以上にうまいしっかりしたたらこソースの味がいいですパスタの加減もちょうどいい感じこれは解凍のやり方がうまかったってことでしょうか コンビニでお弁当のパスタも買って食べたりしますが遜色ないレベルとなっておりますしかもこちら冷凍食品なので保存期間も長いのがいいですでこちら個人的には量倍プッシュでもいいかなって思っちゃいましたで一気に食べていっちゃって食べ終わりましたフォークとスプーンを置いたらごちそうさまです器片付けますで今回食べたデニーズタラコスパゲッティ普通に美味しいたらこスパ 冷凍庫に1つストックしておいてもいいかなって思っちゃえる商品になっておりますということで今回はセブンプレミアムデニーズのたらこスパゲッティを食べてご紹介してみました気になった方はお試しくださいと本当は担々麺もご紹介しようと思って食べてみたんですがちょっと納得いかなくて後日また取り直ししようと思っております美味しかった場合は動画にしますのでお時間ある時にでもご視聴ください、うん